はあ。俺は、どんな女でも、百発百中。百王だ。私、百王の、次のターゲットは、そう。 我が社の受付。社内のアイドル。吉田さんだ。吉田さんは、訪ねてくる社外の人間からも、常に手紙を渡された。アドレスを渡された。 ライン交換を求められた。仕事で来たことを忘れさせてしまうような美しい女性だ。その女性と私は二人でこのようにリモートでお話をする機会を手に入れた。なぜなら私が百発百中の男、百をだからだ。そして何を隠そう この会社の社長の息子だからだ、ね、<laughs> さて、この社長の息子の私には逆らえないだろう。吉田さんと楽しくリモートの話したと。待っているのはロマンスだ,あ,だあ、来た来た。吉田さん、今宵見る月は君のように美しいね。 お待たせしました。ちょっとごめんなさい。お風呂上がりですみません。ちょっとあの、すっぴんなんで恥ずかしいんで、<あ>このままでもいいですか吉田さん、すっぴんなんて気にする必要ない。君は世界で一番美しい。だから、君のすっぴんをあえて見させてくれないかわかりました。すみません。どんな君でも愛する。僕はその。 覚悟があるのさ、それくらい私百0をは、社長の息子である百0をは、君に惚れてるのさ。買かりました、失礼します。

え吉田さんかい本当に。あそうですよ。すみませんね、お時間。あ,ありがとうございます。ええー。受付のか。あそうですよ。はい、社内のアイドルのあもちろん、はい。<laughs> いやいやいや。あそうだね。えっ、ー、と、うん、君とお話できて嬉しいよ。うん。私はしいですよ。 えっと、えー、何を話したらいいんだろうな。えっ、ー、と。参ったな。参ったな。えー、僕はどうしたらいいんだ。なんかあるんですか。私に好意があるとか。ちょっと恥ずかしいな。あ、いや、まあ、好意というか。なんというか、うん。そうだね。 あいや、違うんだよ。ああまあ、好意というか、なんというか、その、あの、えっと、すごい,い顔してる。嘘だろいや、なんかさ、あのー、私もさ、なかなかこうやって男の人と話せることなかったの、すごい嬉しいです。<laughs> すごい,い顔してるよいや、ンいやいや、その、 いや、恋というか、違うんだよ。吉田さん、あの、君の仕事ぶりが素晴らしいから、それをよかったら、一回、お褒めできないかなって、そう思って、こういう機会を。私の仕事ぶり嬉しいです。褒める時間か。なんだ、嬉しいですね。<laughs> すごい顔してるんだけど。え いやー私もね、なかなかかせて、あの、直接褒めていただくことなかったんで。志村けんさんがブスメイクしてるみたいになってる。うわ、志村けんさんに似てる、なんかちょっと。この角度、なんか志村けんさんに似てる気がする。えちょっと、え,えごめん、どういう、えあの俺、どうしたらいいんだえ、だって、俺は完全に口説くような感じで、この約束を取り付けちゃったよね。君を話さない的なことも言っちゃってた。 だけど、実際あって、これ、俺、無理。だけど社、社長の息子というその立場からその、まあ、社員を傷つけるわけにはいかない、すごい遊んでる、うわわ、なんか、えうわ、うわ、すごい、すごい、すごい、パントマイマーとかがやるやつやってる。すごい、すごい、すごい。これ糸が、糸がついてるんですよ、みたいな、その。これ、目に糸がついてるんですほら、見てください。ほら、糸がついてるでしょ、みたいな、パントマイマーがやる遊びみたいなやってる。え、どうしよう、どうしよう。 うわパントマイマーが遊び遊び遊びやってるどうしようどうしようどうしようマジでどうしようマジでどうしよう,う,しようああでもあ,あじゃあそうなんだよいやー<え>とても君みたいな素敵な女性と一度はお食事でも行ってみたいと思ったんだが あ急にフィアンセができてしまって。ああ、それは残念ですね。うん、そうだよ。君のことをほら誘うような言い方をしてしまっただろう。だけど、自分が勝手にフィアンセができるなんて、とても君に失礼なことをしてしまったと思って、その謝りの連絡を入れたいなと、すごい髪型なんだけど、すごいんだけど。すっごいショッあそうかう。今回は本当に申し訳ないことをしたな。うん、ですね うん、えー、これからも、でも、あのー、社会のために、よかったら。えっ、ー、と、お仕事頑張ってくれという、そういうお話だ。頑張っちゃいます。ありがとうございます。うん、頑張ってくれたまえ、またね。吉田さん。